もうちょっと大きくても大丈夫。こんばんは。12月25日月曜日、時刻は夜8時ちょうどになりました。私たちの元気な源、美女の掟の時間です。この美女の掟は、沖縄や宜野湾市に根ざしたホットな情報をお届けする番組です。今日のパーソナリティは、メイクアップアーティスト、みっつーこと大城みつよ、キス学鑑定士みっちゃんこと島袋みつこ、はい、そして有建築士、歌じゃないよって先に言っちゃう有建築士、これもうこれは台本読まないと自分の名前忘れてしまうというね、ゆうりんこと上村さゆり、はい、今日はこの3名でお届けいたします。はい、します。ね、ラジオ聞いてる方は何なのかなと思ってると思いますがツイキャスの方、カツラではございません、はい、ゆうりんの頭がです。すごい真っピンクになってきました。今日第一声がキャーみたいな。はい、ということで、はい、ラジオを聴きの皆さん、リスナーの皆さん、はい、メリークリスマス。はい、はい、クリスマスにね、うん、番組が当たる、そして来週はなんとお正月に当たる、お正月というね、当たる本当に当たり年ですね、私たち美女の掟は、うん、そうです。はい、ということで、今年最後の番組、はい、ということになりました、うん、1年あっという間だね。はい、いつもツイキャスの方もまた FM 宜野湾のスタッフの方も、はい、いつもいつもありがとうございます。ありがとうございます。感謝してます。もう皆さんのおかげでね、毎週滞りなく放送してこれたと。何年目になりましたっけ。4年ですね。4年、わーすごいね、うん、4月来たら5年目に入りますよ。4つ年取ったんだ。そう、びっくりだよね、本当にね。はい、ということで本当にありがとうございます。ということで、はい、先週どう過ごされましたか。先週ね、はい、3つからどうぞ。私はね、ダンスパーティーがあったんですね、うん、まあ今回はね、デモにも出ず、私ゆっくりね、うん、ディナーも食べながらちょっとおしゃれして出かけようかなと思ってたんですよ、うんうん、思ってただけ、だけど思ってただけですね、はい、なんですが、あの急遽で出られない人がいて、はい、出ることになり、また出ることになり、はいはい、皆さんのヘアメイクをしてバタバタと、うん、っていう感じですね。いつものですね。でもその時ですね、あのちょっとあのなんていうかな、その日ちょっとね、あの待ち合わせ時間ちょっと早くなったので、ちょっとゆっくりしようかっていうことで、ちょっとコーヒーでも飲んでってファミリーマート入ったんですよ、うん、して2人分ちょっとコーヒーを買いまして、してファミリーマートってね、自分であのあそこが入れてくれるんだよね。あのローソンとか逆か、逆、ファミリーマートは自分で入れる、うん、自分で逆だ、うん、じゃあローソンだったんだな、そうそうそう、うん、そしたらですね、あのちょっと私もあれって自分で入れるのかなって探してたらなくて、うん、ああここは店員が入れてくれるんだと思って、うん、して出してくれたのがあの蓋なしだったんですよ、うん、え、蓋はどこにあるんですかって言ったら、であそこの人もキーキーしてくれて、一つ、うん、あここにあるんだと思って、じゃああと一つ私閉めますって言って、うん、これって閉めてたんですよ。この一つがですね、綺麗に閉まってなくて、うんうんうん、よくあるあるあるだよ。私さ、もうびっくり、もうさ車に乗って飲んだんですよ、出てこないので、こうやったらもう全部ちょっと股をやけどしました。うわ、これって私 もうびっくり、本当に、うんうん、あの服がね黒だったので目立たなかったのですごく暑くて、それ暑いよね、もうびっくりでした。うわ、だから皆さん気をつけてください、うん、ちゃんとね閉めたかどうかっていう、そう、結構これあるあるなんですよ、本当に。だからね、からこの、うん、それを言ったら、うんうん、結構ありますよって、だから、うんうん、あのお店の方も、ちゃんと閉まってるか確認してくださいとかっていう感じでね、そう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 、声掛けするそうなんですけど、私も初めてのことで、はい、もう超びっくりしました。私あの白い T シャツがガサッとね、うん、もうコーヒーこぼしたがもうはっきり分かるぐらい、もうしょうがないので家に機械にも戻ったというねそんな過去がございます。暑いのでね、本当に気をつけないと、本当にね、本当にびっくりですよ。だからパーティーに行く前だったので、うん、どれうわちょっと大変なことになりました。でも大やけどならなくてよかったよ、うん、でもここも本当に踊るときさ、ちょっと心辺にすれて、うんうん、真っ赤になってた、あもう大変って感じです、はい、皆さんもお気をつけください、はいはい、
はい、ということで、ユリン、どうですか。ユリンはですね、はい、娘がですね、帰省しまして、はい、で、まあ、うん、そういったまあ、サンタクロースではないですよ、でもまあいいんですけどね、うん、で、帰省しまして、で、娘、まあね、ご存知の通り美容学生なので、うん、じゃあカットもう前髪も伸びてうざかったんですよ、はいはい、それやっと切ってもらって、うん、で後ろの方もこう段になってるのもこうちゃんとこう、うん、まあ、完全じゃないけれど揃えてもらって、うん、あーっと助かったと思って、その後に、うん、じゃあ色、うんうん、カラーリングね、カラーリングしようってことでね、うん、まず脱色しまして、はい、その後に、色を入れるっていうか、うん、まあ、これはマニキュアなんですけどね、はい、それをやるときにですね、色の染色をですね、それ言っちゃうの、言っちゃう間違えてですね、はい、うん、で本当は白にピンクを、うん、ピンクを混ぜていけば、うん、いいくらいの色に止まったんだけど、うん、ピンクを先にやって白をやっていくら入れてももう薄まらないと言ってですね、そのうち最初はねごめんねって言ってた娘もですね、そのうちお母さんがそういう色にしろって言ったでしょみたいな感じでだんだん攻めたんでしょきっとユーリンが。攻めてない、うん、でだってねそのまま、うん、で私もこのままでこう外出したりとか仕事行ったりとかしちゃって、うん、これで行くのって、うん、どうじゃあんたがやったんでしょって言ったいやもう本当びっくり、カツラとかってね思わず言ってしまうぐらいのね、うんうん、真っピンクなんですけれどもね、はい、でもユーリンだから似合うっていう感じかな。本当だ、ね、うん、でもねこの色ね私にちょっと似合わないかな、もうちょっと薄い色だったらと思ったんだけど、うん、だからちょっと今日もね、うん、ま、毎日2回シャンプーして、うん、できるだけ色落としてって言われて、うんうんうん、今日の服もコーディネートしてきてる、そうだからもう今日はこの頭だからこれしかって、これねワンピースのうたちゃんです。そうですね、はい、はい、あれでやってきてます。もうさすがスタジオ入ってすぐにわっっていう三つの声にはびっくりして何があったと思って駆けつけたら、うん、あそういうことみたいな。そう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 。で、はい、まあ、その、髪を染める前なんですけれど、うん、今日なんか、スーパーマーチングやってるから行こうって言われてですね、うんうん、まあ、コンベンションの方でやってきたんですけれど、はいはい、もうすごいですね、うん、まあ、久しぶりの、娘からすると久しぶりのマーチングで、うん、これの見てるとまたやりたくなるんだよなって、うん、なんだもうできるのって言って、いやもう体硬いって言われるよだというふうにやって、うん、そしてこうやると バトンとかすごいちっちゃい子がですね、うん、もう本当に回し方とかが可愛くてですね、もうバトンよりねお尻のピュンっていうのが可愛くてですねバトンガールだね、うん、将来のね、もう、うん、これ見たら、うん、マゴッチにやらせたいなと思ってですねで娘と二人で、ね、マコにやらせようってまだ、うん、その母親には何も言ってないのにそういう作戦が立ってきて、ね、どうしましたって感じです、うん、すごいね。あ、そういう、ね、小さい時からさせるといいよね、うんうん、私は社交ダンスもね、うん、やってるじゃない、やっぱり小さい子からやったらどんなに上手になるかなとか思いながら、うんうん、時々 YouTube でね小さい子が、うんね、やってますよね、うん、やってたかっこいいよね、紳士淑女でね、うんうん、はい、でね、みっちゃんはねもうおかげさまで運気手帳が、うん、もう好評で、うんうん、一気に何十冊ってこう仕上がってきてそれを配達したり郵送したりもうそれに追われてですね、はい、名護までお届けに行って、うん、久しぶりのお勉強会ということでね、うんうんうん、開催してきまして、まあ寒い日でした、うん、でねやっぱりね北部はねこの中部よりもそう2度から3度ぐらい低いんですよ、うん、あもしかしてトゥンジの時に行ったんですか。トゥンジの前の日、うん、もう寒くて寒くて、でも通常の日はもっと寒かったから、そう、そうよね、そう、だから一晩でね風邪ひいちゃいました本当にお疲れ様です、はい、でも本当に何してたかなったらもうそれと、うん、今年の最後の人権の会議があってね、先週はちょっとお休みさせていただいたんですけれども、うん、まあそんな感じで、お仕事に走り回ってたっていうね週でございました、はい、ということでね、本当にこの
年末、うん、年始っていうね、12月私は振り返るとこの数年はもう本当になんかコロナにかかったりですね、うん、かからないかからないって言ってね、最終的に去年かかっちゃって、私だけがかかってないのは、そうだね。で、あとね、手術を、その前の年は手術をしたりとかですね、うん、もうなんやかんやと12月なんかびっくりするようなことがね、うん、年末あるもんですから、ちょっと用心しているという状況なんですが、うん、はい、今日意外と昼間は暖かかったですよね、うん、ですね、はい、うん、でもやっぱり日が陰ってくると、うん、ちょっとやっぱり寒くて、結構体調崩す方、結構いるんで、そうそうそう、温暖ですね、そう、でね、うん、今日ね、夕方5時半、5時半ぐらいに、うん、日が明るいのにお月様が出てたんですよ、うん、気がつかなかった、うん、そう、お月様出ててね、真っ白の、だからあれお月様よねって娘に言いながら、そうだねとか言いながらね、うん、あ、こんな明るい空にお月様が見える時ってこうなんだなって、うん、こう綺麗に丸いので、あ、うん、明日15日だと、旧暦の、うん、って思って、あまりの綺麗さに見とれていたという、ね、うん、はい、そんなお空を眺めましたって話なんですけども、うん、はい、暮れだなというのも感じつつ、うん、はい、我が家は娘の誕生日でクリスマス生まれなもんですから、うん、うん、クリスマスの話をしたいなと思ったんですけど、いつもなんかこの誕生日でね、うんうんうん、もう大笑わするようなねことしか思い出せないという、ね、はいはい、ことなので、リスナーの皆さん、どのようなクリスマスをお過ごしかということね、また後でお聞かせいただけたら嬉しいと思います、はい、お願いします。はい、なんかツイキャスいらしてますか、まあね、どうでしょう、さっき沖縄大好きさんが行きたい時にサンタクロースとか言ってるんですけど、うん、ちゃんと服も見てからコメントしてよでも意外と片側見るとサンタクロースにも見えなくもない確かに、はいはいはい、メリークリスマス、はい、それでは CM 行っちゃいますね、はい、はい、大丈夫？うん、なんとか。よし。なかなかハマりませんけど。大丈夫かしら。こんな感じでいいかな。ただいまお聞きの番組は FM 美濃館からお送りする美女の掟です。帽子が気になって珍しく噛んじゃいましたFM 美濃館から生放送でお送りする美女の掟です。そうですね、どこだただいま時間は2時あごめんなさい8時13分を回りましたもうごめんね、びっくりびっくりですね。毎週ですね、今日の掟はとやってきておりますが、12月はまあね、いろんな、うんうん、今年の振り返りをしたり、ね、クリスマスということで、今日はクリスマスにちなんだお話を皆さんから、お寄せいただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、どのようなクリスマスを過ごしてこられましたか、ゆりん。はい、私はですね、はい、クリスマスパーティーは23日、これはですね、うん、まあ、娘が帰ってくる日もそうだったんですけれど、うんうん、旦那が休みなのがこの日でですね、はい、じゃあこの日にじゃあパーティーやろうということで、うん、最初はですね、旦那が一人ゲスト
なんか一生懸命やってますね。一人ゲストを迎えたいということで、で娘大体毎年娘の友達を呼んだりとかしてたんですけれど、今年は誰も捕まらなかったと、みんなバイトとかデートとかで捕まらなかったってな、その前の日まで、じゃ私の友達呼ぶとか言ったんだけど、お前の友達はいいよと言われてですねすごいな、で当日の昼過ぎになって、ようやく、もうあれだ、なんかやっぱり料理の量とかなんでしょうね、お前の友達呼べなってですね、はい、突然当日に、ね、さすが星野旦那、今日空いてる人誰かいるかなと思って、それもやっぱり家族持ちだと悪いから、一人でっていうことを考えて、ミツはね家族持ちと考えてないからで確かミツはなんかダンスパーティーがあるとか言ってたなと思って、であとみっちゃんはFM 技能案だっていう、ことがあってですね、でこんな日にリエに声かけたらもう殺されると思ってですね仕事で忙しくしてましたよ、今日行ってきましたけど、23日行ったんですか？23日行けなかったの私。じゃあ誰も行ってない。そうなの、ごめんねということでね。そうなんですね、はい、連絡はしましたけどね、はい、で、急遽ですね、もう一人の光代さん、噂だけの光代さんですね。まず第一声を声かけたんですね、そしたら、はい、空いてるよ今日一人だよって思うのがじゃあ向こうがいつもはねいつでも来てっていうか、じゃない今日は来てこっちにということでですね呼びまして、あらあら、はい、来ていただいたのね、はい、それで豪華な鶏の丸焼きとか、いろいろと、はい、クリスマスパーティーって言っても食事会なんで、うちはですね、でもだんだんですね旦那の方もですね、一応一人分一人前の分を作るようになってくれてですね、今まではなんかパーティーやると大体ね一人 3人前くらい作るんですよ、恐ろしかったんですけれど、だんだん分量が分かってきたみたいで、で、その後一応ケーキまでちょっとお腹入らなかったけど、一応ケーキまで、用意してもらってっていうところで、なるほど、楽しい夜を過ごしました。はい、3つはクリスマス、モアイがね、今回私7つもやってるんですけど、だからもうそのたんびにクリスマスパーティーって感じであイエス様を祈る誕生をお祝いする日なんですが ね、はい、なるほど、私は昨日はですね、息子の、ホームグループホームのですね、主催のクリスマスパーティーが開催されまして、そこで親子一緒に行ってきまして、子どもたちが一生懸命それぞれのね、ホームの代表で皆さん舞台に出ていろいろやるんですけど、私はなかなかその場所を探せなくてですね15分ぐらいぐる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 こう回ってですね、こうナビがそこで止まるんですよ、おかしいな、どこ探してもそんな快感じゃないんだけどなみたいな、でもしょうがないので諦めて電話入れて、もう探せないのでもう失礼しましょうかねって言ったら、わざわざ館長がですね迎えに来ていただいて、はい、先導していただいてそこにたどり着いたと、はい、全く反対方向を私は探してたというね、もうナビはなんでっていう感じなんですけど、はい、まあ、そんな感じでね、無事、息子は自分のホームの、なんですかね、エイサー、出演に間に合ったという形で、久しぶりにねその演技も見たりとかしながら楽しいクリスマスパーティーでした。全部手作りの料理でですね、もう美味しくて、もうそれぞれの寮母さんたちが頑張ってくださってですね、はい、その皆さんにもご挨拶できてとても良かったです、はい、楽しかったです。楽しかったですね、はい、はい、よかったです。なかなかツイキャスが入ってこないんですけれど、皆さんどういう、そうですね、みんなやっぱりクリスマスパーティーなんじゃない、そうそう、今日25日だし、ね、みんなそれぞれでクリスマスを楽しんでるかとは思うんですけれど、はい、でクリスマスといえばやっぱりですね、サンタさんからのプレゼント、というのがあると今、はい、は
い、コシさん、ありがとうございます。潜って聞いてますね。潜って聞いて、ね、どこに潜ってるんですか、ね、ありがとうございます、うん、はい、なんかね、まゆみさんが給油、給油所でちょっと洗車をしてたらしいんですよ、うん、そしたらバーってオープンカーが来て、うん、でサンタさんの格好、うん、両二人ともやってて、うん、オープンカーしてガソリン入れてるの、うん、したらそれがもうめっちゃなんか絵になってて、うん、もうすごいかっこいいと思って、すごくなんか降りてきてやった時にもすごい身長が高くて、うん、外人さんだったらしいんですよ、うん、男の人がね、女の方は日本人かなって感じで、うん、したらまゆみさんもなんかシャメでこんなって撮ってたらつか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 って近づいてきたからもう怒られると思って隠し撮りみたいな感じでね、怒られると思ってさ、うん、言ったら反対にメリークリスマスって言ってから、うん、プレゼントをもらった。わあすごい、いいね。そうそうそう、だからもう本当にてか歩いてきた時はもう、うん、めっちゃ怒られると思ってさもうメリークリスマスって言ってから、うん、もうとってもいい、いい感じ で、ね、うん、よかったって言ってプレゼント本当嬉しいもんね、うんうんうん、ね、どんなプレゼントでもね、うん、嬉しいよね、うんうん、そう今ね、あこれかとか言ってもう本当に殴り飛ばしてやったりとかするんですけど、すごいな、ね、ほんで、うちはですね、うちはっていうか、まずクリスマスの頃にですね、ちょっと、まあ、うん、夜遅くなって帰ってきた時にですね、うん、サンタさんと、すれ違ったんですよ、はい、サンタさんがバイク乗ってまして、で私は車、沖縄はやっぱり雪降らないからバイクなんだと、はい、まあ、納得しまして、もちろんヘルメットなしでちゃんとサンタ の、 帽子でですね、でもう子供たち寝てたから思わず起こそうと思ったんですけどね、ほらサンタさんがバイク乗ってるよもうお家帰ったかもねみたいな感じで、あと毎年ですね、サンタさんが今どこにいるって中継があるじゃないですか、あれを見てですね、ほらもう来ここら辺まで来てるよ、早く寝ないとって、うん、で寝かせてもね、あれね7時半くらいに沖縄通っちゃうんですよねやばいよあれ、ちょっともうちょっと早すぎるからもうちょっと遅く通るように行ってもらわないと困るなと思いましてですね、まあね、小さい頃ってね本当にね、うん、子供たちが目を覚ましてもいいようにちゃんとサンタさんに扮装して、うんうん、主人を、うんうん、ひげをつけてからね、赤い帽子かぶせたりとかね、うん、いろんなことをやって、うん、枕元にこう、はい、そっとね、こうプレゼントを置くっていうことをね、やっぱり我が家もしてまして、はい、で私は実家の方もそういうことをやってたところなので、うんうん、で一番末っ子の妹がですね、はい、サンタを本当にいると信じてて、うんうん、で手紙を毎年書くんですよ。小学生も聞いてるかもしれないので、はい、その辺の方はすいません。でサンタのアイスランドだったかな、うんうん、手紙を送って到着するとこあるじゃないですか、うんうん、そこにね毎年手紙書いてたんです、うんうん、である時ね返事が来ましてね、はい、で英語だったんですよ、で誰も訳しきれないので一生懸命ね姉ちゃんやってっていう感じでね一生懸命訳した覚えがあります、うん、はい、そんな感じで手紙出したらちゃんと返事来るんだよとか言ってね、そう来ますよ、うん、でも今日本語も選べます。あ、そうなんですね、うん日本語で送ったのに英語で返事が来たっていうのでね、うんうん、すごい印象に残ってたんですけどね、うん、はい、まあ、そんな感じで私もですね、やっぱり子供のでサンタさんにお手紙がこうねつって書いて、うん、で返事って言ってもね、もう決められてはいるんですけど、うん、一応日本語でやってきてほら、うん、サンタさんからお手紙だよって言って、うん、そう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 、うん、はい、はい、まあうん、本当今この放送がね大人だけが聞いているのであれば、うん、本当逸話がある、我が家の逸話があるんですけれど、うん、はい、はい、お子さんが聞いてるかもしれないということでかもしれないから、はい、ちょっと、はい、これはごまかしておきますけどね、はい、うちはもうちゃんとサンタさんがやってくる家庭でですね、はいはい、中にはねサンタさん来ない家庭もいるらしいんですよ、うんうん、でそういった ところは来ないよって言ったらですね、うん、これはね信じてないと来ないんだよって言ったら納得してましたね、うんうん、だからやっぱりみんなねやっぱサンタはいるんですよ、うん、信じましょう、はい、我が家はずっと信じてます、はい、
ということでね、うん、もうそろそろですかね。そう、あとね、はい、1分と何秒ぐらいありますけれど、うん、まあ、今年最後の放送ということで、はい、ちょうどクリスマスということで、うん、クリスマスの話題、まあ、私たちもこの、はい、サンタの帽子だけかぶってサンタに扮装したつもりになってはいるんですけれど、はい、うん、そうですね、まあ、はい、でも今このサンタの帽子かぶろうかって言ったの誰が、はい、3つ、ね、ちょうど目の前にあったので、うんうんうん、あっと思ってね、みっちゃん撮ってきましたけど、うん、いかがでしょうかね、ツイキャスご覧の皆さん、ね、かわいいでしょこの帽子とか言って、はい、なかなかあの似合ってるなと思ってます。ユーリンが目立たないと言って、まあ、娘もね帽子かぶって、うん、いや帽子かぶらないって言うんでね、はい、まあ、もうあと30秒ほどになってしまったんですけれど、はいはい、ね、今年も本当に皆さんにお世話になりました、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、では来年も良いお年をお迎えください。沖縄大好きさん、星さん、ありがとうございます。ありがとうございました。良いお年をお迎えくださいませ、はいはい、バイバーイ、バイバイ。ありがとうございました。はい、お互い、来年もよろしくお願いいたします。お待ちしてます。